りです。はい、ということでね、あのブレーメンがこう出たということなんですけど、はい、やっぱり弾き語りやってもらいたい、うん、僕もやっぱ夢をかけてる時は SNS に毎日のようにインスタグラム毎日投稿してましたので、はいはいはい、やっぱりこの曲の弾き語りしてもらいたいなということで、まあ歌い方解説久々じゃないですか。久々さっさ、まあ超結構さっささっさだなということで、あの歌い方解説をしていこうと思います。じゃあちなみにどんな感じでやってほしい。結構やり方いろいろあって、おお、やっぱプロ違うね。やっぱ俺ぐらいになるとね、うん、だから今までナリとかやってたでしょ。ああ、やったら本物の歌い方解説俺が教えてやるよって感じで、うん、どの感じ言ってほしい。松竹梅なんだ。松だ。松が一番いいの。そうなの。いや、ふざけレベルの話ね。あ、ふざけレベル松で、うん、ふざけレベル松、オッケー、任してください。じゃあ行きます。まずはこの曲、まず2人で撮ってますから、はい、まあ、バクというより、はい、バクのことは知りません。知らない。一回置いとく。一回置いとこう、ね、うん、だから全部俺が歌うとしたらの歌い方解説、はいはい、だからなんつうんだろう、音源通りっていうよりも、うん、こうやって歌ったらカラオケとか弾き語りとかかっこいいんじゃないのっていう歌い方やってみます、はいはい、まず、はい、A メロからですけど、最初に会った日なんて覚えてないけど、今の分かった。天才ポイント実なの分かった。いや、小さめでしょ。違う、バカ。最初に会った日なんて覚えてないけど、ないけど、そこはもうすでに音源と違うの。違う。なあ、なんて言ったって結構俺じゃない。そっか。そこはバカです。そうそうそう、はい、だからここは、うん、ないけど、これは俺っぽいよね。確かに、やっぱり。そう。で、次は、ちなみにいつも通りここは喋るようにね、うん、気づいたら同じ顔して夜明けを待ってたんだ、待ってたんだ、わかる、うん、待って、待ってたんだ、待ってたんだ、で、てった、てった、これ逃げてきたから、お互いあまりも、ノー、ノー中の時に、ゼクシーでは絶対使われない口、キスシーン、キショイ中の口、わかる、うん、ゆりチャンネル次いきます。引き合ってぶつかって今の僕になったんだ、僕になったんだ。やっぱ小さい「つ」をここをちゃんと歌詞として捉えるとこういう歌い方になるのよ。やっぱここってすごく大切だと思う。でここでやっぱりミックスボイス、ミクボ、ミクボ、ミックスボイスって何？わかんねえよ俺らに。ごめん、あのさ、ほんとに白洲さんとかさ、よく歌い方解説してんじゃん、だからやっぱ声の出し方とかも言ってるじゃん。やっぱり俺はミックスボイスが何か分かんないから、うん、だからそういうコーチはできない。あれじゃないの、地声とガナリのミックスじゃないの、うん、地声と裏声の間をミックスボイスって。あ、そうなのらしいよ、知らないけど、多分誰も分かんない。ただA メロは常に優しく、うん、で小さいつを意識して、うん、顔面マジ大事ここは、うん、顔面ね、普通に瞬き少ないもんね、ここ。え、さっき少ない気持ち悪い。フォローだよ、こっちの。こっち側ここはやっぱりこうなんだろう、悲しいわけじゃないんだけど、うん、こうなんかこうグッとなってるシーンじゃん、うん、なんかこのなんつうの、最初に会った日なんて覚えてないけど、気づいたら同じ顔して夜明けを待ってたんだ。これが何がグッとくんの。確かに。でここはやっぱり最初に会った日なんて覚えてないけど、気づいたら同じ顔して夜明けを待ってたんだ。で抑揚大事だね。逃げてきたからお互いあまりもの、引き合ってぶつかって今の僕になったんだ。語尾とかも大事。でこの、で今の僕になったんだ、残酷。これはグッとこない。ここはやっぱり B がグッといきたいから、 A の最後はなったんだ、残酷でつまんないね、世界を変えたいんだ、何としても笑いたいね、君を待ってたんだよ、ね、っていくわけだから、残酷でつまんないね。ここわかる、もうなんか腹からせり上げてくる感じ。なあ、本当に悔しい時ってさ、なんでこんなことになっちゃったんだとかなんじゃん、うん、これ今のなんでよ、一瞬の仕方、ね、そう、体そこから残酷でつまんないね、世界を変えたいんだ。で、ここの変えたいんだはちょっとなんか世界を変えたいんだ、わかる、うん、世界を変えたいんだ、こうじゃない、これで最悪じゃん、わ、うん、かる、世界を変えたいんだ、こう自分に言い聞かせる感じ。なるほど。世界を変えたいんだ、何としても笑いたいね、わかる、
何としても笑いたいね。こう上見る感じよ。ここで上見るよね。何としても笑いたいねだよ、うん、で君を待ってたんだよな。これは指さすぐらいになんかもうめっちゃお前に届けぐらいの気持ち、おめえにだけしか言ってねえぞって、おいそこのお前だよって、君を待ってたんだよ、待ってたんだよ、待ってたんだよ、これキモくないだって分かる君を待ってたんだよ、これ気象機でしょ普通にお前んとこ絶対行ってたまるかよって感じじゃん、うん、なんか本当に、うん、お前を待ってたんだよっていうこの、うん、でも待ってこうじゃない、これやりすぎやから魔王になっちゃうね、待ってたんだよ、待ってたんだよ、こっから行くぞ、ブレーメンブレーメン、僕ら叫んできたらできたね、夜を飛べ、バクはさ結構綺麗な声でいくよね、ブレーメンブレーメン、なんかできないな、あれは、うん、あれはちょっと俺にはできないから、うん、ちょ俺バージョンでいくけど、うん、俺はもう僕ら叫んで、ここはさ我慢しなくていい、しゃがれたかったらしゃがれろって、好きなだけ自分らしく行こうよっていう、わかる、ガチ叫びね、そうガチ叫び、ブレーメンブレーメン、僕ら叫んでくだらねくだらね、夜を飛べ、この夜を飛べのべはなんかこう声ってさ芯があるじゃん、うん、これわかる、太いのがあって俺のイメージ、うん、声ってこうがあって周りにつけてこう、わかる、なんかプロっぽい、でちょっとわかるべ、テンプラよね、要は、うん、声はエビじゃん、周りに衣をつけてくる、でこの高級天ぷらじゃなくて、うん、安物天ぷら、衣がいっぱい、わかる、でも 高級のね、鼻つけるとかいうか、そうそうそう、なんかいろいろこう装飾品をつける感じ、うん、なんか声ってそうだよ、でこのチョベは逆に芯を抜いて外側だけ、うん、エビ抜きってこと、だからそれをちょっと思いながら聞いてみて、うん、いくよ、くだらねえくだらねえ夜を飛べ、わかる、ベッベッベッ、このここにいないじゃん、わ、うん、かる、なんか真ん中いなくない、 すげえじゃんなんか久々だと新しい気がしだしますな、いやでもマジそうなのよ叫んでのではめっちゃいるんだけど、ベは飛べっていうこんな感じ、なるほど、なんかこのはっていうか、それを踏まえて、うん、あの頭もう一回いくの、はい、いきます、ブレーメンブレーメン、僕ら叫んでくだらねくだらね夜を飛べ、いかんじゃべ、すごいね、不甲斐ね不甲斐ね、僕らでいいさ、あんまりものの雪の歌、わかる、僕らでいいさ、ここはもう全部もういろいろつけまくっていい、はい、自分の声の芯以外にこういろいろつける、うん、ね、あんまりこれ下からせり上げる感じ、あんまりも、俺はもうはこんぐらいいってるけどね、うん、弾き語りとかでやるんだったらやっぱり1番でさ心を掴んだ方がさ、うん、その曲をフルで聴きたいなってなるじゃん、1番でいいやって思われるんで、1番バカらしくね、こっち本気で歌ってんのにさ、フルで歌ってんのに、そうそう、フルで歌いたいのに、なんか1番でさこれでなんかもう終われよみたいな雰囲気出されるの、ああちょっと嫌じゃん、そう最後まで待て待て待て、まだまだもっとあるぞってこっちも見せたいじゃん、うん、ここはやっぱりもう全力で行った方がいいと思うよ、なんか1番2番3番でこう組み立てていくのはもちろん分かるんだけど、 A でもやっぱかっこいいとか見せてもらわなきゃいけない、なるほど、やっぱ我慢しすぎも良くないから、だからこれあんまりものの雪の歌で、この雪の歌はこっからさ音源はさデケ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 って入ってくるじゃん、うん、だから逆にここは綺麗にしていいと思う、だからエビだけってこと、この周りは省く、なるほど、だからその変なのしない、そこまでだけ、あまりものの勇気の歌だけ綺麗に歌うから、そこをちょっと聞いて、はい、不甲斐ね不甲斐ね、僕らでいいさ、あまりものの勇気の歌、わかる、うん、物語が始まる感じを伝える、ゆうりチャンネル今これ俺の本職のとこ、なるほど、こっから俺だから、ゆうりパートですか、そう、僕も笑っていた、誰もがバカにした、ここはさ結構テンポが1番と違うから、うん、僕を笑っていた、誰もがバカにした、この笑っていたとバカにしたは1個ずつ刻む感じ、なるほど、ドゥ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 ってね、その前はこう乗る感じ、僕を笑っていた、誰もがバカにした、バカにした、バカにしただね、
やってらんないよな、たまんねえな。たまんねえはなはさ、うん、たまんねえな、こんな感じじゃないでしょ、うん、たまんねえな、よく言ってるよね。 あんまり強くない、うん、やってらんないよな、たまんねえな、感情とはおろくして。ここが結構俺ポイントだと思ってて、 A もさ、こう1、2、3、4行あったらさ、この3行目からはちょっと変えたいなって歌い方を。だからこう感情、感情、これわかる？今のちょっとこの低いところに行く感じ。感情ドアをロックして夜明けを待ってたんだ、いつかって握ったって爪が刺さる音。爪が刺さるほど握るときってさ、あの時の感情思い出してほしい。くしゃ、いつかってこう、うん、悲しくにゅーってなるでしょ。これを歌に出す感じ。なるほど。だから歌もそう、自分のなんかあれこれに気持ちを乗せてやればかなりうまくいくと思うよ。はい。感情ドアをロックして夜明けを待ってたんだ、いつかって逃げたって爪が刺さる音。ドーわかる、ドー、これ泣きそうな感じ。うん、大げさにやったらそう震わせる感じ。そうそうそう、ここら辺、さっきはさ下からせり上げてこの辺じゃん、この辺から悔しい時ってそうなんじゃん、うん、なんかそこを入れる感じ、はい、で、この後残酷で臆病な世界を変えたいんだ。ここはさ、なんか前向き始めてね、うん、だんだん、うん、分かる。なんとしても笑いたいね、僕ら待ってたんだよ、こう行きたいから、はい、この僕ら待ってたんだよ、この完全にクレッシェンド、クレッシェンドでだんだんそうブワーって大きくじゃん、そうだんだん大きく、だんだん大きく、 B のこの短いので、はい、世界観を作んなきゃいけないけど、うん、サビに入るよっていう。なるほど。俺の音楽とかさ、はい、わかんない、俺らの周りの音楽ってサビをよく聴かせるための AB じゃん。なるほど。 B の最後ぐらいからサビに突入する時のさ、うん、この大事なわけ、はいはい、結局さ、そうじゃん、何でもスキーでこう滑ってる時に、うん、本当にヤバいの行く時って、うん、一回登ってから落ちるね。そうね、落ちる前のここが一番怖かったりしない、うん、でこれを作り上げてからボーンドーンよ、わかる。これは本当に松竹前の松竹かで、そういうこと。結局その前に一番のピークポイント、はい、ヒヤー、これ作り出すことが大事。え、富士急ハイランド行ったことある？あるある。高飛車ってさ、こう乗ってこれてっぺんで一回止まって下見せるでしょ、うんうん、で、本当に怖いのはここなんだけど、ここでも実は違うハラハラ来るでしょ。やべえね、あれやばいでしょ、一回そこ見せようよって。なるほど。それが B メロです。そう、今からやばいの来るよってのここで見せるんだよ。で、それが止めるの一回。そう、B メロで、こっから一回ブワーッ、これがサビ、サビ、はい、来るよ、いいよ、いいよ、いいよ、それやる、高飛車やっていい、高飛車、高飛車やります、見せてくれ。僕ら待ってたんだよ、ブレーメン、ブレーメン、僕ら叫んで、くだらねえ、くだらねえ、夜を飛べ、不甲斐ねえ、不甲斐ねえ、僕らでいいさ、あんまりものの雪の歌。はいはい、一番は一緒だから、うん、だから夜を飛べのべはさ、ぺ、うん、ー、フラッシュマウンテン、ゆうりチャンネル。僕らは獣に例えたら一体何になるでしょうか。俺は昇華とかは、うん、この昇華、昇華、なんか昇はちゃんとこの口ちょっと大げさなぐらい、昇華、完全無欠の生き物じゃない、ここの生き物じゃない、このじゃないからちょっとしゃがれていく感じ、ああ、ね、重なり合って明日に吠えろ、ここのロア、まあ、で、この後落ちサビ来るから、うん、ここはぶち上げちゃって大丈夫、はい、次に静かな落ちサビが来るわけじゃん、ブレーメン、ブレーメンってこう来るんだったら、うん、その前はバーンって言ってからフィッて言った方が、ここのメリハリが、うん、結局何でもメリハリが大事だから、結局俺ってメリハリの塊じゃん、基本感じあるけど、俺がエレベーター開けただけでめっちゃ優しいと思われるのよ。で、これって実はメリハリの塊だから、これ歌もそう。ここまでは結構
強く言ってて、この後優しく歌ったらちょっと優しく歌うだけで、だから優しく歌うのって結構難しいんだけど、ここめっちゃ強く言ったら、ここある程度少しの優しさだけになっちゃってもすごく優しく感じるから。確かに完全無欠の生き物じゃない、重なり合って明日に吠えろ。ちなみに、俺が1個、これ原曲にはないことだけど、はい、はい、例えばこれ文化祭とかで歌う日がやってくるとするじゃん、うん、コピーバンド、そう、コピーバンド、その時に俺がこれやったらマジでめちゃくちゃかっこいいよって、はい、やっていい、やってください。重なり合って明日に吠えろ。これ入れるだけで、この後本当に優しくなくても優しく聞こえる。じゃあ優しくなく歌ってみる、うん、じゃあ俺優しくできない人になります。いくよ、じゃあ重なり合って明日に吠えろ。めめめめ僕ら叫んで、わかる、なるほど。今の優しく歌ってないけど優しく聞こえたら、確かにそう前が強い、そう前が強いから普通っぽかったけどね。でこのブレーメンブレーメン僕ら叫んでは、うん、なんかこう声ってさ、おーい、これ前に飛ばしてます、はい、おーい、これ弾いてんじゃん、この弾く感じ、こっちに前呼んでるけど元太呼びたい、後ろにいる元太、元太わかる、前にいる元太呼ぶときは元太元太こっちに飛ばしてる感じ、元太弾いてるじゃん、元太これじゃない、ブレーメンブレーメン僕ら叫んでくだらねえくだらねえ夜を飛べ、わかる、夜を飛べでいきなりバーン、めっちゃわかるわ。そう、最後のサビはもう後ろ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 からの前前前前、はい、ね、君と僕の夜明けの歌で、ここってさ最後の夜明けの歌なんだけど、うん、バクのさ、うん、がハモってくれてるの、うん、君と僕の夜明けの歌、うん、あ、はい、まあ、こうやってハモり、今のはハモりだけど、うん、ここそんな強く歌ってないね、うん、夜明けの歌、こんな感じじゃない、そっちでもいいかもね、なるほどね。ただ俺が歌うんだったら最後だからバーンっていくけど、なるほど、だからバーンっていくバージョンで、ハモリも歌、ハモリを主戦として歌ってもここは逆にかっこいいかも、一人で歌うんだから、ブレーメンブレーメン僕ら叫んでくだらねえくだらねえ夜を飛べ、不甲斐ねえ不甲斐ねえ僕らでいいさ、あんまりも落ちをもしくももっと下げたくなったら裏声使っちゃえばいい、うん、ブレーメンブレーメン僕ら叫んでくだらねくだらね夜を飛べ、わかる、くだらねくだらね夜を飛べ、で今のさくだらね夜、このわかる、夜を飛べの夜はね夜を飛べね夜、このわかる、引いてバーン、弓矢的だね、そう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 、いいね、いい例え出たね、アローってこと、そういうこと、アローゆりチャンネル、声の出し方をみんないろんな出し方があるんだよって分かった方がいい、うん、例えばこう普段の生活だったらみんな絶対できてるのにさ、前に出すのと後ろに引く歌い方、声をこっから抜く感じ、それをなんか街でやればいいんだよ、多分お母さんともしも出かけるんだったらさ、ちょっと先歩いてみてさ、お母さんお母さんってやればできるようになってくると思う、そう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 、でなんかさボイストレーナーさんとかもいっぱいいると思うから、はい、ミックスボイスの出し方とかはそっちに教えてもらった方がいいな、うん、マジで俺正直ぶっちゃけ全然わかんない、はい、でも弾き語りの仕方とかは、ね、ユリオがそう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 だし、なんか結構俺にも DM とか来たりするんだよ、うんうん、こういう歌い方どうですか、うん、とかこういう歌い方したいんですけど、うん、と言われるけど、あんまり考えすぎない方がいいと思うよ、なんか結局自分の歌い方で自分の武器はどこなんだろうと考えて、だって俺はたまたましゃがれだったじゃん、しゃがれてたから これをずっとやっぱ歌ってるとさ、めっちゃもったいないじゃん、ブレーメンブレーメン僕ら叫んでくだらねくだらね夜を飛べ、不甲斐ね不甲斐ね僕らでいいさ、あんまり物の勇気の歌、
ないじゃん。ずっと自分の武器をこうやってやってると良くないな。だから自分の武器を見極めた上で、その武器をどこで使うかを曲に曲で当てはめていけば、なんかすごく豊か。例えば元太だったら声はめっちゃ通るじゃん、うん、4人とか5人だったらでも元太の声めっちゃ聞こえるじゃん、うん、だからこのずっと通してる声よりも逆に弾く技をちょっとこれで覚えたら出しまくるとこを考えたり、純だったら優しい声ではあるよね、うん、でもずっと優しすぎるからそれはダメじゃん、うん、時々鼻にさ閉じこもってる歌い方するじゃん、うん、純だったら。でもそこを逆にどっかで鼻を抜くとかさ、うん、鼻から出すみたいな、こっから出す声とかもありだし、なんかそういうのを考えながらやってるとどの人にもすごくいいとこがあるのよ。そうやって自分のいいところを考えるんだけど、ずっと出すっていうのはそれを引き立たせるための何かを覚えた方がいい。なるほど。ミックスボイスじゃないかもしれない、これは。だから、はい、ミックスボイスが今大事って言われてる世の中だけど、うん、ぶっちゃけ俺マジで分かんないし使えてないと思う、うん、全部地声と裏声だけ。なるほど。結構裏声もさ、ブレーメン、これ完全な裏声じゃん、うん、そういうのでも全然ありだと思うから、なんかあんまり考えすぎず、本当に皆さんには輝かしい才能が絶対あるから、はい、それを見つけてやればいいのかなと思います。皆さんぜひこのブレーメンも歌っていただけるとすごく嬉しいなと思います。今日ね言ったことを少しでもまあやってみようかなって思ってくれたら嬉しいなと思います。今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。皆さん輝いてください。チャンネル登録とグッドお願いします。また明日。チャンネル登録お願いします。